はい、続いてご紹介するのはこちらですね、キムコのレーシング S125、ね、レーシング S の125でございますよ、はい、もうメーカーではね、日本では販売終了、はい、他の国では売ってるところもあるみたいですけどね、はい、日本では販売終了になってしまいました。 ABS がねABS 付きっていうのも海外にはあったみたいですが、それはちょっとね入ることなく、はい、販売終了になりましたが、はい、メーカーに残ってた最後の1台がこれなので、はい、あの買いませんかと言われましてね、はい、仕入れた車両になります、はい、で、他の店でもね、新車まだどっかしらにはあるんじゃないかと思うのですが、はい、最後残ってたのは白と黒ですからね、で黒がなくなって最後白、ね、マットホワイトになりますけど、はい、これもなかなかいい色ですよね、はい、でマットホワイトなんですけど、気持ちでもなんかこうメタリック調のものが入ってるような気がします、はい、これ ATV の160のインドネシア仕様で白いのあるんですけど、それもねなんかいい感じになんかちょっと光るような感じがするんですけどね、はい、さあいかがでしょうか。レーシング S125 ね、かっこいいんです、はい、これね私初めて見た時、うわなんだこれかっこいいなと思ったんですけど、この前回りとかね、はい、このヘッドライトのね造形ね、はい、そして横ね、このデザイン、この面構成がね結構凝ってるんですよ、うん、ただですねやっぱり形状がこうなので、前にこうボーンって投げ出してね、足を投げ出して乗るようなポジションはまあ取れないということになるんですけど、ただねそうは言っても、はい、まあ、スポーツスクーターということを考えるとですね、非常にね、はい、いろいろ考えられている、うん、そんなものになります、はい、で、まあ、クールエンジンですね、はい、新世代のクールエンジン、はい、このレーシング S125 用に新設計したエンジンを搭載ということで、はい、クランクシャフトがね、斧の形状、バランスウェイトがねこんな感じね、はい、バトルアックスエンジンなんて、ね、名前がついてたかと思いますけど、はい、でもちろん4バルブエンジンということでね、まあ、ライバルはもちろんシグナス X 当時のね、まあ、台湾の国内で、ねね、レースとかそういうのがねやっぱり盛んに行われているということで、まあ、そのあたりで、まあ、ライバル関係ね、ことのようですけどね、はい、さあ、レーシング S、はい、まあ、せっかくですからね、はい、まあ、もう有名な、はい、スクーターある意味ね、ある意味有名なスクーターなので、まあ、見ていきたい。さあ、ここね前ヘッドライトじゃなくてハンドル周りのねかっこいいでしょ、ちょっとこう前にねクッてねこうやってね、はい、こうね、まあ、鷹のようなイメージでしょうかね、はい、ここに目がね、これ LED のヘッドウインカーですね、目みたいになってますけどね、はい、そして何といってもこれですよ、ここヘッドライト、これがねかっこいいじゃないですかね、このデザインね、でこれ見る角度によって表情を変えるっていうね、はい、そういうようなデザインなんですよ。でこれレンズはここまで全部あるんですけど、ここにね内側がちょっとね、こう入ってることによっていろいろね表情を変えてくれるっていうね、はい、そんなようなデザインです、はい、でここら辺のねまあ、つなぎ一枚一枚別々になってますけど、こういうところの作りとかねなかなか凝っているんですよね、はい、でメーターはですねこれカラーデジタルメーターね、はい、カラフルで、ちょっとこれも電源入らないんでちょっとあれなんですが、まあ、カラフルな、でこれねデジカメで撮ると、まあ、ビデオカメラとか撮るとこれなんていうんですか、リフレッシュレートっていうんですか、それでかなり上げないとこれがもうチカ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 してるんで、人間の目では普通に見えるんだけど、カメラ通しちゃうともうちゃんと映らないっていうね感じになっちゃいますけどね、はい、で面白いのはここにスピードメーターのところにこう昔大型トラックで速度灯っていうのがあったかと思うんですけど、そういう感じでねこう広がってねスピードによって枠が出ていくっていうね、そんなものがついてたりね、はい、あともちろん台湾製なんでタコメーターねついてたりとかね、はい、まあ、このあたりはやっぱり、見ててねなかなかカラフルで、はい、面白いっていうかね、はい、いいですよね。ただ昼間見づらいとかね、まあ、いろんなそういうちょっとね欠点も実はあったりいたします。はい、さあ足回りね、足回り、はい、ね、フロントフォークこれ33ミリですかね、はい、太めのものがついてますよ、はい、ね、でアクセルもね、はい、これは12ミリになるかと思いますけどね、これも十分な太さのものを採用、そして、フローティングタイプのウェーブディスクね、そしてキムコの片押し2ポットキャリパーというような構成、ホイールサイズは12インチで、前はもちろん110/70/12、後ろは120/70/12というタイヤのサイズでございます。はい。そしてですね、ちょっと汚いね。ね、このレーシング S125、これ6気タイプっていうタイプなんですけど、
このタイプの特徴はですね、下を周りを覗いていくと分かるんですが、ステムですね、これがアルミ製を採用しております。これによってかなり軽量化、ね、を達成しているということのようでございます。実は先代のレーシング125と 150Fi というタイプですね、それもここはですね、アルミだったんですけど、レーシング S に一回モデルチェンジしたときに、5期モデルっていうんですかね、その時にここはあの炭素鋼だったんですよね。だから普通のあの、まあ、鉄で、まあ、言っていいですかね、そちらを使ってたんですけど、マイナーチェンジしてアルミ製になりました。はい、だこういうところにすごいお金かかってますね。はい、ね、だから走りをかなり意識した、まあ、スクーターだと、いうことが言えると思います。はい、でシートはですね、まあ、これセルフオープンシートね、キムコよく採用してますけど、ね、スプリングでこう少し上がるんですね。はい、で前後に長いタイプのメットインスペースね、まあ深さはあまりないんですけど、まあでも十分なあの容量はあるかなと、思います。はい、まあ新車で持ってくるこんな感じなんですよね。はい、後ろのフェンダーだったりとか取説とかね、ミラーとかバッテリーとかがこう入ってるとね。でバッテリーをここに取り付けるんです。でこれ OBD ですね。はい、キムコはこの台形の OBD のコネクタ使ってるんで、はい、市販のやっぱ変換アダプター使わなくてもこういうに直接つなぐことができますよね。はい、親切な作りかなと思いますけどね。日本のメーカーは台形のはあんま使わないですよね。各メーカー専用のタイプを使ってますからね。はい、で、まあ、レーシング S、まあ、いろんな特徴があるんですが、まあ、ここもそうですね。これフレームです。フレームが露出してるんですよね。なんかハイドロフォーミング製法っていうね、やり方で、まあ、水圧かけてどうのこうのみたいなね。で、だとスチールなんだけど、こうちょっとこう特殊な形状にできるっていうね。はい、でそれをこう露出させてね、デザインの一部に使ってるんですよね。これ、はい、これも特徴の一つですね。はい、でステップはこんな感じね。はい、タンデムステップは最近こうプッシュすると出るとか押すと出るとかいうのねいろんなのあるんですけど、まあ、この当時もいっぱいあったと思うんですが、これはね一般的なねステップなんです。これいいですよね。これで十分だと思うんですけど、普通のオートバイみたいなねステップがついております。タンデムはね。はい、でこれですね、多分これ外すかな。ここね、ここだったりとか、ここだったりとか、もちろんここだったりとか、いろんなポジションね、足をステップ置く場所を変えて、そして、走ることができるっていうね。まあサーキットとか走るときにはもちろん後ろめに足を置いて、そして、乗るということみたいですけどね。はい、そう、まあ、レーシングっていう名前なんで、バンク角もかなりあるんですよね。40ちょっとぐらいあるんじゃないですかね。はい、それぐらい傾けられるというようなあのバイクになっております。はい、でヘッドライトは先ほどね見ましたけど電球なんですけど、それ以外は LED です。はい、テールライトこちらね、125はこっち 赤く塗ってあるんですけど、テールライトこれね、これテールライトはこれで、そして真ん中のこのポツ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 が、これがブレーキランプになりますね。そしてウィンカーはもちろん LED、 そしてこれテールナンバー灯ですね。ナンバー灯もレーシング S は LED になります。はい、まあ、そんなような作りですね。はい、後ろはまあ一般的な日本サス。はい、でこちらですね、 ABS はついていません。はい、ABS はついていない仕様になりますね。はい、まあこんな感じでですね、レーシング S、 はい、残念ながらね販売終了になって久しいわけですが、はい、先に150の方がね販売終了になって、そして125も、在庫がねなくなってきて終わりということになりました。はい、で、まあ、探している方もねもしかするといらっしゃるかもしれませんが、あの一部のお店ではまだね、はい、残っていると、ね、いうことあるかと思いますので、探してみてはいかがでしょうかということです。はい、メーカー希望小売価格は今36万3000円になっていましたね。はい、36万3000円でございますが、はい、まあ、あとお店次第ね、まあさすがにね在庫車両なので、多少のお値引きとかはねあるのかなと思ったりもいたします。はい、ただまあちょっと古くなってきてるんで、例えばね、まあ、タイヤだとかという種類ね、はい、そういったものをまあ交換するのかしないのかとか、まあ、そういう話にもなってきますんで、はい、さすがにねブレーキフルードだって乗らなくてもどんどんね傷んできますから、はい、そういうのの納車整備ね、最初納車整備でそういうの交換するのかしないのかとかね、はい、そのあたりですよね。はい、まあ、在庫だから値引きしますっつってね、だからそういう結局何もしないでそのままっていう場合もありますから、はい、まあ、そのあたりは気をつけていただければと、思います。はい、またがりますとね、はい、そう後ろまでとちょうどかかとつくぐらいだから同じぐらいですね、アローマとね。そういう意味ではね、はい、もちろん前見に座ればもう全然、はい、余裕はございます。はい、
で足はまあこう乗せられるんですけど、ハンドル切るとねやっぱ当たっちゃうんで、フル切るとね、はい、ちょっと若干この辺が当たるのかね、低めですよね。でフォワードポジションっていうのは特に取れないの、これぐらいですからね。で、まあ、かかとをこう乗せてね、ここにね、でちょっと、行儀が悪いかもしれませんが、ちょっと前出してね、で乗ることで少しね膝余裕を持って乗ることができるかと思います。で後ろにここに乗せとか、あとここにねステップ乗せて、攻める乗り方みたいなね、まあ、そういうこともできるのかなと、そんなことを、思います。はい、であとこちらはですねキムコキーなので、もちろんオンの位置でもシート開けられるんですが、オンの位置からさらに右に1個やるとエンジンが止まりまして、さらにこれと燃料キャップが開くという仕組みですね。はい、なので慣れてるとこれ使いやすいね。最初はなんかちょっとこれ どうやってやるんだって分かんないんでね、はい、そういうこともあるかもしれませんが、慣れるとね非常に使いやすいと思います。あと USB の電源ここにありますね。はい、ね、まあ、まあそんなね、はい、まあ、設計時代は多分2016年ぐらいになりますんで、まあ、ちょっとね古めのスクーターにはなるんですが、はい、今のをねデザイン的にはね、あ、かっこいいねっていうね気がしますが、いかがでしょうか。はい、今回はねレーシング S125 こちらのを見てみました。